長門衆や蔵尾田の安倍家の墓所には、安倍元総理の親族や県選出の国会議員など120人が集まりました。納骨は関係者のみで執り行われ、関係者によると参列者が見守る中、昭恵夫人の手で遺骨が納められたということです。午後からは地元の人たちおよそ300人が参列して偲ぶ会が開かれ、集まった人たちに昭恵夫人から謝辞が述べられました。松井先生の文科生たちの奮起によって松井先生の名前が後世に残ったように、皆様方にはどうか主人が蒔いた種を花開かせていただきたいなというふうに思います。集まった人たちが祭壇に花を手向けて安倍元総理を偲んでいました。